本当だ。暗黒の落とし子、アステール。トンボじゃん。破片の君主、モーゴット。モーゴットは王都にいるって言ってたね。あの、そうね。あの人が。あれ、そのシリーズだろう。あれ、破片の君主あと、1、2、3、4。あれ こうそうか、増えたのか。多いのか。変5人、6人。いや、う多くね ?6、7人いるけど。コドリック、ラダーン、ラダーン、モーゴとーゴあと、えー、っと、ライカーとマレ,アモマレニア、モーグ、6人か。 まあ最初の王を換算してないからあ,のあいつの話ではあーそっか最初の王はゴッドフレーでしょあそっか最初の王はゴッドフレーだわそうだ6人なんだよねもう一人情報もれいないそうだ、ね、なんか五人5人とかいう話だったね最初5人しかいねえよみたいな言ってた気がするけどねなんでだろう 謎ですね <laughs> 長いないやモーグとマレニアで2日使う気がするんだよなマジで雰囲気がダメマジでそんな気すんだよな <laughs> 火の巨人とかもなんだよ。火の巨人でも火山以外いるとこあるみたいなそういうレベルだけど。ね。え、てかさ、レベルがカンスト2かなんかもう上がりづらくなってきてて、ここから先多分もうレベルで上げてどうにかなる敵は出てこない気がするんだよね。もう君たちこの辺のレベルでしょこの敵置いとくねみたいなやつが出てくるだろうから。 こっから好き、ガチ強い気がする。うん。今までは結構レベルで殴ればどうにかなったけど、あと3レベルぐらい、なんかあと10レベルぐらい上げればいけるなみたいな。え、これ何時間レベル上げんのみたいな感じになって、頑張るしかなくなるからな。いやもう、お前、3500のやつで一緒買い続ける。と <laughs> <laughs> 金箱買うわけよ。シンディーっすよ。俺すでにだって5万っすよ。<laughs> 貯金箱20回、貯金箱20回ぐらいからされ貯金箱買えるのはでもすぐやろ。すぐだけどさ。それで一流だからな。神肌の二人はやりたくねー具合悪いね、神肌。ガチきつそう。よし。ご飯食べてこよう。はい。配信終わっときまーす。お疲れ様でーす。